アジャージー州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は63万380人であり、2000年の61万5301人から2.5%増加した。人口では州内第5位の軍である。軍庁所在地はフリーホールドボロであり、同軍で人口最大の自治体はミドルタウンタウンシップである。 モンマス軍はニューヨーク大都市圏に属している。2011年時点で国内の高収入の軍第38位にあり、全3113軍の中の1.2%に入っていることになる。2009年の一人当たり収入では第56位だった。2012年10月29日、ハリケーンサンディは軍海岸部に壊滅的な被害をもたらした。 サンディによって生じた高潮はサンディフックで通常よりも13.31フィート高い値が記録され、その直後に県庁所が破壊されてそれまでの記録が失われた。サンディフック湾がニューヨーク湾と出会うところでは32.5フィートの潮位が記録された。1609年、現在のモンマス軍、おそらくはサンディフックを初めて死にしたのはオランダ戦。 ハーフムーンに乗船していたヘンドリック・ハドソンとその乗組員だった。地域の初期開拓者の中には、ロングアイランドから北クエーカー京都集団がおり、1665年にリチャード・ニコルズが発行した土地認可であるモンマストラクトに入った。その後には、スコットランドからの開拓者集団が続き、1682年から1685年頃に、 フリーホールドタウンシップに入った。さらにその数年後には、オランダ人開拓者が続いた。彼らがこの地域に入ると、レナペ族インディアンに出迎えられた。レナペ族は、小さな一族集団単位で散加して居住しており、新参者に対して友好的だった。1680年にはすでに奴隷化された、アフリカ人がこの地域にいた。1726年には、 地域人口の9%を占めるまでになっていた。モンマス軍は1675年に設立された。軍名は、ロードアイランドのモンマス協会から取られたとする説と、ウェールズのモンマスーにちなんで名付けるべきという、ルイス・モリス大佐の提案に従ったという説がある。その他にも、東ジャージー指導者層とつながりを持っていた、初代モンマス公爵、ジェームズ・スコットにちなむとする説もある。 1714年、軍政府が初めて設立された。1778年6月28日、フリーホールド近くでモンマスの戦いが起こり、ジョージ・ワシントン将軍の軍隊が、ヘンリー・クリントン将軍の指揮するイギリス軍と戦った。この戦闘は、アメリカ独立戦争の中で、最も時間の長い陸上戦となった。 ドイツ出身のフリードリッヒ・本首シトイ・ベンガ・バレー法事の陶器宿泳の間に教え訓練した戦術が最初に大規模に試されたのがこのモンマスの戦いだった。アメリカ合衆国の独立時点でモンマス住民には1640人の奴隷が含まれており、さらに数は不明だが自由アフリカ系アメリカ人もいた。その数は1820年以降に急減したが、 少数は1850年になっても残っていた。自由アフリカ系アメリカ人人口は1790年の353人から1860年には2658人に増えていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は665.32平方マイルであり、このうち陸地468.79平方マイル。 水域は196.53平方マイルで、水域率は29.54%である。モンマス郡の大半は内陸であっても平坦であり、標高が低い。ホルムデルタウンシップとその周辺にはいくつか低い丘があり、その中で以前はレーダー施設があったクローフォードヒルが標高380フィートで群内最高地点である。この丘の長部は、 アルカテル・ルーセントが所有し、ベール研究所の研究室を置いている。軍北東部、ミドルタウン・タウンシップのロカスト地区とハイランズボロ及びアトランティックハイランズボロは、給料が多い。最低地点は海面である、南に隣接するオーシャン軍とともに、ボートや釣りを楽しむ、人々のメッカである。軍内の水路はいくつかの川と入江であり、ラリタン湾岸から、 ラルタン湾とロワー,ーニューヨーク湾に流れ、さらに大西洋に注いでいる。マナスカン入り江が大西洋とマナスカン川の三角港をつないでおり、沿岸内水路の支点となる塩水の湾になっている。群内を多くの幹線道が通っている。ニュージャージー州道としては18号線、33号線、34号線、35号線、36号線。 66号線、70号線、71号線、79号線、138号線がある。アメリカ国道9号線が軍内を通り、事実上に噴している。ニュージャージートランジットの多くのバスルートが、蒸気の道路などを使って中央に配置され、毎日ニュージャージーニューヨーク港湾公社のバスターミナルに数多い乗客を運んでおり、また317バスラインは、 フィラデルフィアに向かっている。ニュージャージートランジットのノースジャージー、海岸線鉄道が、ニューヨーク市のペンシルベニア駅まで多くの乗客を運んでおり、ミドルセックス軍を経て、ラリタン川でモンマス軍に入っており、ニューヨーク都市圏と大西洋岸の町をつないでいる。自動車専用道路としては、ガーデンステートパークウェイと、週間高速道路195号線があるが、195号線は、 軍を通過するだけで出口がない。ニュージャージーターンパイクはアッパーフリーホールドタウンシップ近くで5分の1マイルをかすめているだけである。モンマス軍は温暖湿潤気候にある。近年、軍庁所在地であるフリーホールドボロの平均気温は1月の下市22度から7月の下市86度まで変化している。過去最低気温は1984年1月に、 記録された下詞13度であり、過去最高気温は2011年7月に記録された下詞106度である。月間降水量は2月の2.98インチから7月の5.08インチまで変化している。ネイブシンク側の弱結果は2010年の国勢調査による人口統計データである。うちに2000年データを示す。モンマス群は5人の委員で構成される。 軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に、党派選挙で選出される。任期は3年間である。毎年1人、または2人が改選される。1月に開催される委員会で議長を選出し、1年間の会合や活動の裁量を行わせる。委員会には管理と政策立案の権限がある。この他に選挙で選ばれる役人として、保安官、 軍事務官、遺言権に判事がいる。軍政委員会は、州から軍政府に割り当てられた5つの機能を監督する。各委員はこの5つの機能の一つを監督するように割り当てられる。すなわち監督と特殊任務、公共事業と計画、人間、健康サービスと交通、財務、裁判所管理である。軍政府に70以上ある部門の管理を行っている。 指名職である軍管理官が最高執行責任者の役目を果たしている。管理官は委員会の政策と指示事項を実行する。3000人を超える政府職員の日々の管理も行っている。アメリカ合衆国会議員の選挙ではニュージャージー州第4及び第6選挙区に入っている。2013年時点では共和党議員、民主党議員各一人を選出している。 モンマス軍は共和党に肩入れする傾向にある。共和党は2006年まで軍政委員5人を独占していたが、2006年と2008年の選挙の後で民主党が3対2で委員会を支配するようになった。しかし2009年の選挙で共和党が盛り返し、さらに2010年の選挙で共和党が4対1と支配した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが民主党のジョン・ケリーに対して10%差で軍を制したが、州全体では6.7%差で、ケリーの勝利だった。2008年では、共和党のジョン・マケインが民主党のバラク・オバマに対して、わずか3.7%差という接戦で軍を制したが、州全体では15.5%差でオバマだった。同年のアメリカ合衆国上院議員選挙では、 共和党のディック・ジマーが現職のフランク・ローテンバーグに6.2%差をつけて軍を制したが州全体ではローテンバーグが14.1%差で勝利した。2009年ニュージャージー州知事選挙では共和党のクリス・クリスティが62%を獲得し31%だった民主党のジョン・コーザインを破った。モンマス軍の自治体モンマス軍には 下記の自治体がある。国勢調査指定地域と未編入の町は、その所属するタウンシップの下に上げる。名称の後の数字は、渦の番号である。アズベリーパーク市消防署は、常勤職員のみで構成されているが、これを例外として、他の自治体は、ボランティア消防団と常勤消防署員の組み合わせで、消防活動が運営されている。最大の消防団は、 ミドルタウンタウンシップのものであり、11の消防署と350人の活動隊員がおり、その訓練施設の運営に加えて、特殊任務、空中消火、消防警察の部隊もある。しかし危険物任務に関しては、これに対応できる特殊部隊を持っている自治体は少ない。ボンマストリ出が閉鎖されるまでは、砦の特殊部隊が対応していた。 ブルックデールコミュニティカレッジは、モンマス郡の2年生、コミュニティカレッジであり、州内郡パレッジシステム19校の一つである。1967年にリンクロフトに設立された。ラトガース大学は、ブルックデールコミュニティカレッジと共同で、フリーホールドキャンパスで、学位取得プログラムを提供している。モンマス大学は、ウェストロングブランチにある4年生私立大学である。郡内に、 多くの高校があることに加え、セントローズ高校、レッドバンクカトリック高校、クリスチャンブラザーズアカデミー、セントジョンビアニー高校、マターデー高校など、ローマカトリック教会とレントン教区の管轄下で運営される教区学校がある。奇宗教私立学校のラニー学校もある。モンマス軍職業訓練学区という職業、訓練高校プログラムもあり、 下記5つのマグネットスクールがある。ありがとうございます。